にちは、池田和子です。今回はこちら、キャンドゥの新作のマルチグロスを紹介していきます。これね、リップにもアイシャドウにも使えるみたいで、オーロラメイクということでね、めっちゃキラキラしてるのがね、6色あるんですよ。で、実はね、同じようにこちらのアイライナーの方も出てて、これはね、また別の動画で紹介するので、今日はさっきのマルチグロスの方を紹介していきます。実際にメイクしながら紹介していくので、参考にしてみてください。それではまこチャンネルスタート。今回紹介するのはこちら、キャンドゥのオーロラマルチグロスです。で、こちら6色展開になっていて、カラーがオーロラシルバー、オーロラパープル、オーロラピンク、オーロラブルー、オーロラグリーン、オーロライエローの6色になっています。結構よく見ると、このラメ自体の色がそれぞれのカラーなのかなって思うんですけど、イエローだけね、パッて見た感じすごい、もう見た目から黄色です。ちなみにパッケージアップするとこちらです。中を開けるとこちら、めっちゃコンパクト、小指ぐらいで、こちらを開けると、はい、こんな感じのブラシになっています。で、こちらの使い方は、まぶただったり唇にこちらをポンポンポンってこうちょんちょんのせて、で、その後に指だったりとか他のシップとかでぼかしてなじませるみたいです。じゃあちょっとね、今唇落としたんですけど、唇塗る前にまず手にのせて色を見ていきます。あー、でも結構ちょっとつけた感覚、リップみたいに、リップのあのよくあるグロスみたいな感じで、こうトロッとしたような塗り心地なんかなと思ったら、全然そんなことなくて、どっちかっていうとリキッドアイシャドウって感じ。多分色とかはなくて、もうシルバーの細かいラメがキラキラキラっとしてます。これ今ね、スーって塗ったんで、このままだとね、ちょっと全然乾かないんですけど、実際使うときはちょんちょんとんとしてこうぼかすので、しっかりとこう薄めにつけてぼかせば、そんなにこうゆるゆるにならないとか、寄りにくいじゃないかなと思います。ん？ポンポンポンってやったら、ラメがほとんどこっちについちゃいました。やばい。あ、でも細かくまだチラチラ残ってるので、自分が思ってるよりも薄付きというか、ラメが薄くつくので、少なめに、だからがっつりキラキラにするっていうよりは、さりげなくキラキラにするやつかも。じゃ、とりあえず他の色もまず色味を見るためにね、まっすぐ引いていきます。はい、全色塗ってみました。こちらから 1,2,3,4,5,6 の順番で塗ってます。めっちゃラメ綺麗です。全部色を見た感じは、結構こうそのカラーが分かりやすいんですけど、シルバーだったりピンクとかブルーとか、ブルーめっちゃ綺麗で、グリーン、イエローって分かるんですけど、パープルだけ、なんかパープルっていうよりはもうほぼオレンジみたいなカラーです。パープル感が全然ちょっと分かんないです。どっちかっていうとピンクの方がパープルに近いというか、光り方だと思います。ちょっと全体的に下の方だけぼかしてみます。ぼかしてみますというか、触るとほとんど色がなくなるというか、はい、今下の方だけね、ポンポンポンって触ったんですけど、こんな感じでほとんど指にこっちに移っちゃいました。結構色味をはっきり残したいっていう方は、塗ってから結構そのまま置いといた方がいいかも。じゃあまだ色がちょっとわかるぐらいです。でもまだ完全に乾いてない状態で触ると、もうほとんどこっちに移っちゃうので、逆にもうチラチラっとね、例えば黄色のラメだったら黄色のラメをチラチラってさせたいっていう方は、もう塗ってちょっとしてからすぐポンポンポンってぼかせば、ちょっとナチュラルにこうキラキラキラってなる感じで、がっつり色を残したいっていう方は、もう薄く塗って乾かして、薄く塗って乾かしてっていうのを繰り返していく方がいいかも。あんまり結構こう乾きが遅くて、ゆるいというか、もうこすったらちょっとシュッてやっただけでほぼ取れちゃうんですよ。ちょっと難しいかもしれへん。とりあえず今回はリップとして実際に使ってみます。これは嫌な予感がするね。はい、じゃあまずはオーロラシルバーからのせていきます。今回はちょっと分かりやすく、全体に色がのるようにポンポンのせてなじませていきます。あ、でも唇にのせたら可愛い。はい、のせたのがこちらです。今オーロラシルバーのせたんですけど、結構ね、こうチラチラチラって細かいラメが入ってくれてて、すごい綺麗です。ただグロスって書いてるんですけど、グロスみたいにこうウルウル感っていうのはなくて、多分ポンポン押する時に天然全部取られたんか分かんないんですけど、本当にラメだけが塗るっていう感じです。だからもしあの普通のよくあるリップのせた上にこちらを使うってなったら、結構こうポンポンする時に取れちゃうかもしれないので、できたらこうティントとかリップティント塗って色定着させてから、その上にこういうラメ重ねるとかの方が可愛いかも。
で、こちらはねちょっとうるうるするわけではないので、潤いが欲しいって方はまたさらにね別の透明のグロスとか重ねる方がいいと思います。グロスっていうよりはもう本当にラメのせるっていう感じですね。アップにするとこちらです。透明のグロスを重ねるとこちらということでね、普通のグロス重ねたんですけど、やっぱりグロスと重ねた方がこのラメが生かされてさらに可愛くなると思います。じゃああと5色はまとめて塗っていきます。オーロラパープルがこちら、オーロラピンクはこちら、オーロラブルーはこちら、オーロラグリーンはこちら、オーロライエローがこちら、はい、ということで全色塗ってみました。で、最後にちょっとおまけでピンクの私リップ塗った上に、今ねこのピンクのグロスとあとシルバーのグロス上に重ねてるんですけど、使うとしたらこの2色がまだ使いやすいかなと思います。一番私の中で使いやすいと思ったのはやっぱシルバーなんですけど、こんな感じでナチュラルにね光ってくれて、でピンクの方は全体的にそうなんですけど、オーロラピンクとかオーロラブルーみたいな感じになるんで、ちょっとそのオーロラ感のあるピンクなので、なんて言ったらいいかな、乳白色じゃないですけど、ちょっと白みがかったただのキラキラピンクじゃなくて、いろんな色に光るピンクなので、ちょっと若干こう白っぽく見えるというか、ちょっとミルキーな乳白色っぽい感じの光り方をしたピンクっていう風に感じるなって私は思いました。ちょっとね片方がなんて言っていいか分かんないんですけど、まあでもブルーグロスとかね好きな方とかは結構100円でこのラメ試せるのはいいかもしれないし、ちょっとラメが欲しいっていう時には使えるかもしれないです。ただまあ正直私はこれから使うかってなったらちょっと使わないと思います。やっぱりグロスっていう名前ではあるんですけど、普通のリップグロスみたいな感じでこううるうるはしないので、後から透明のグロスを足した方が、まあ、見た目的に私は可愛いなと思いました。で塗る時も結構こうポンポンポンってのせてなじませるのもいいんですけど、もう意外にもっとはっきりこうラメが欲しいってなるんだったら、がっつりね結構多めの量塗ってもリップだったら大丈夫かなと思います。その方がはっきりとラメがして光ってくれるので、ラメ好きの方は結構多めに使うのがいいと思います。ただね、アイシャドウとして使う場合はこの乾きが遅いので、もう薄めにやるのがいいと思います。でしっかりと乾かないと、まあ乾いてからもそうなんですけど、結構ねこすったらもう手にこっちにほとんどラメがいっちゃうので、ちょっと時間が経ってきたり今これからの季節だと汗で落ちやすいのかなと思います。いかがだったでしょうか。今回はこちらキャンドゥの新作マルチグロスを紹介しました。今度はねオーロラシリーズのこのアイライナーバージョン紹介しようと思うので、また気になる方そちらも楽しみにしていてください。そしてこの動画が良かったなって思ったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。不定期でライブ配信もしてるので通知をオンにして楽しみにしていてください。では池田真子でした。バイバイ。